おいベジータ、これ木が増えてるんじゃねえか。うわっがーうわーがーがそんなまさか戻ってるどういうことじゃ。ビビディの作り出した魔人ブーは邪悪そのもので、ビビディ本人の手にも負えない失敗作だったのですが、温和な大海王神様を吸収することでなんとかコントロールできるようになったのです。ということはじゃ、今のあの小さな魔人ブーは最初の一番厄介なやつじゃと。はい、吸収によってパワーを減らしてまで手に入れた心がまた元に戻ってしまった。自制心が全くない悪そのものの存在に。なんだあれ。いきなり地球をぶっ飛ばそうとしやがった。ふざけやがって。おいブー、この星をぶっ飛ばすのは貴様の勝手だがな。俺たちと戦ってからにしたらどうだ。ギー、あんなの跳ね返せねえぞ。ベジータ、こっちだ。みんなと瞬間移動する。はっ、捕まれ。ダメだ、間に合わねえ。こんな一瞬じゃ瞬間移動できねえ。はっはっおいよかった、間に合ったか。オラたちは間に合ったか。地球やご飯たちは。カカロット、貴様、なんでこんな奴らを先に助けやがった。あの地球は消えてしもうたよ。コッパみじんじゃ。地球が消えたって。はは、何を言ってるんだ。あるじゃないか、ここに。あ、そうか、やっとわかった。こいつは夢なんだ。はは、そうだ、夢だよ、夢。カカロット、貴様はあんなバカの代わりにせっかく助けた仲間を見殺しにしやがったんだぞ。もう地球も死んだ連中も二度と戻れない。頼みの綱のドラゴンボールも地球と共に消えてしまったんだ。何、ドラゴンボール？なんで地球にドラゴンボールがあったんじゃ。あれは真面目なナメック星人だけに許された、いわば反則技みたいなもんじゃぞ。そうだ、僕の故郷のナメック星に行けば新しい最長老様がきっとまたドラゴンボールを作ってると思いますよ。戻れますよ。地球もブーに殺されたみんなも。ナメック星ですか。私ならこの海王深海と下界の星々との間を瞬間移動ならできますよ。いざやったー。あ、ご覧なさい。粉々になった魔人ブーが元に戻りますよ。おい、お前のポタラを悟空たちにやるんじゃ。もう一度合体すればあんなの楽勝じゃろ。はい。いやー、そいつはもういいよ。やっぱそいつはさ、オラたち向きじゃねえんだ。自分一人の力だけで戦えてんだ。あいつももう合体してねえんだし。よく言ったな、カカロット。それこそがサイヤ人だ。あいつがここへ。あの野郎、さっきの瞬間移動を見てあんな一瞬で技は真似やがったな。まあいい、どっちにしてもやるんだ。ここで終わらせてやる。頼む、みんなを連れてどっかの星へ行っててくれ。はい。くそ、しょうがないやつらじゃ。この海王深海はめったなことでは壊れません。思いっきりやれ。頑張って。あ、しまった。あのサタンとかいう人間を忘れてきてしまいました。かまわん、ほっとけ。よし、どっちから行く？見ようぜ。じゃんけんぽん。よっしゃー、イエーイ。この目で見せてもらうぞ、スーパーサイヤ人3というのを。ああ、行くぞブー。ん？あ、寝てやがる。やろう、なめやがっていく。いよいよ始まります。全日のレインをやがって。すまねえ、できた。俺じゃ勝てねえ。いかもしれない。まだまだ行くぞ。すごいやつだよお前は。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守るべきものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれもあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。だがカカロット、お前は違った。勝つために戦うんじゃない。絶対負けないために、限界を極め続けるために戦うんだ。だから相手の命を絶つことにはこだわりはしない。お前はついにこの俺を殺すことはしなかった。頭にくるぜ。戦いが大好き、優しいサイヤ人なんてよ。こっちは本場のカメハメハだ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。あの野郎、体力を減らしやがらね。カカロット、俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。ああ、ただなかなかチャンスがねえんだ。1分間ぐらい気をためねえとブーには勝てねえ。1分間だな。1分間俺がなんとか奴を食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。1分かかるんだぞ。だったら早くしろ。わかった。切り札はみんなの元気玉、孫悟空最後の一撃。いいか、おめえは今死んでる状態だ。そのやつがもう一度死んだらどうなるのか知ってるか？言っちまうんだ。この世からもあの世からもおめえは存在しなくなる。死ぬなよ、ベジータ。大きなお世話だ。よし、行くか。まだこれぐらいじゃブーは消せねえ。ブー！黙って見てたらいい気になりおって、この全世界格闘技チャンピオンのミスターサタン様が成敗してくれる。決まった。夢なのが惜しいぐらい激しく決まった。やっぱし夢でも怖い。ん？いぶぶー。どうしたことじゃ、こいつは。あの太っちょの魔人ブーはミスターサタンと仲が良かった。そのブーが体の中にいたから拒否反応でサタンを攻撃できなかったのです。それでそいつを体外に吐き出したわけか。まあでもサタンとやらがやられても特に影響はないけど。そうですね。お前嫌いだ。サタンいじめるな。ブー。しゃ。カカロット。今のうちだぞ。まだか。まだ気はたまらんのか。そんなバカ野郎。貴様、気をためるどころか普通に戻っちまいやがって。ちくしょう、死んでた時は全然へったらだったのに。やっぱし生身でスーパーサイヤ人3になるとやたら気を食っちまうらしい。参ったな。さすがに参った。海王神たち、デンデ、あの玉でこの状況を見てやがるんだろう。聞こえるか、この俺の声が。聞こえたら返事をしやがれ。ああ、聞こえとるが。よし、じゃあ今すぐ復活したナメック星に行ってドラゴンボールをかき集めてこい。あの一体どう。ガタガタ言わずにさっさとしろ。間に合わなくなるぞ。わかりました。ベジータ、どうすんだよ。まだ早いぜ、ドラゴンボールを使うわ。カカロット、貴様今まで何度地球を救った。なんだよ急に。さあな、何度ぐらいだったかな。たまには地球のやつらにも責任を取らせてやるんだ。デンデ、待っておったぞ。これは海王神様もようこそいらっしゃいました。みんな事情はすべて分かっております。さあ急ぎましょう。ありがとう。ベジータさん、ドラゴンボールはもう7個全部集まってます。そうか、早速ナメック星のポルンガを呼び出してくれ。叶えてほしい願いは2つ。まず破壊された地球を元通りに戻してほしいこと。次にあの天下一武道会のあった日から死んだ者全てを極悪人を除いて生き返らせてほしいこと、この2つだ。え、今すぐですか？あの3つ目の願いは？さっきの2つ以外はどうでもいい。今すぐだ。ベジータ、2つ目の願いさ、ブーに殺されたやつを生き返らせてくれって言った方が分かりやすいんじゃねえか？バカめ、バビディやダーブラとかまで生き返ってしまうぞ。それにそれでは武道会場で俺に殺された連中は生き返れない。おめえ結構考えてんだな。ダメだ、このボルンガの願いで生き返られるのはたった一人だけでした。ははは、その心配は無用じゃ。フリーザのことがあってから私はポルンガの願いをパワーアップさせておいた。え、それじゃあ何人でも？大丈夫だそうです。よかった。さあ始めてくれ。タッカラプトポッポルンガプピリットパロー。さあ、願いを言うがいい。どんな願いも3つだけ叶えてやろう。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ。遠い星地球が破壊され消されてしまいました。元に戻してください。オッケー、お安いご用だ。一つ目の願いは叶えた。やったー。さあ次だ。二つ目の願いを言うがいい。どう言ったらいいかな。ピッポターラサリモンポッポトッテラッポ。魔導士バビディが地球にやってきた日から死んでしまった人たちを生き返らせてください。うんと悪いやつを除いて。わかった。だが少し待ってくれ。数が多いので大変だ。はい。まだかデンデ。まだ願いは叶わんのか。うるさいの、そうギャーギャーわめくな。ポルンガも苦労しとるんじゃ。お、待たせたな。二つ目の願いは叶えられた。みんな生き返りましたよ、ベジータさん。お、ベジータの頭の輪も取れた。生き返ったんだ。よかったな。おめえ極悪人じゃねえって思われてんぞ。あら？俺ってブーに殺されなかったっけ？あれ？何がどうなっちゃったんだろう。え？なんだわかった。ご飯やゴテンクスを生き返らせて戦ってもらおうってんだ。違う。始めるぞ。用意をしろ。元気玉の用意だ。元気玉だって。そりゃ無理だよ。ブーが相手じゃいくらちょっとずつ元気を地球人みんなから集めたって。言っただろう。たまには地球のやつらにも責任を取らせろと。少しずつではない。ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。おい、海王神聞いてるか？地球の連中全員に話がしたい。なんとかしてくれ。そいつはわしに任せろ。得意技じゃ。誰だ？この声は海王様だろ。当たりじゃ。ベジータとやら決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。地球どころか宇宙中にだって話ができるぞ。助かったぜ。聞こえるか、世界の人間ども。俺はあるところからお前たちに話しかけている。お前たちは魔人ブーに殺されたが、ある不思議な力で生き返らせてもらった。町や家全て元通りのはずだ。だがこいつは決して夢なんかじゃないぞ。今あるところでお前たちに代わって魔人ブーと戦っている戦士がいる。だが正直言って情勢はかなり悪いと言える。そこでお前たちの力を借りたい。手を空に向けてあげろ。お前たちの力を集めてブーを倒すんだ。かなり疲れるが思いっきり走った後と同じようなもんだ。さあやれ、手をあげろ。よしカカロット、始めろ。あっ、みんなオラに元気を可能な限り分けてくれ。頼む。そうか、元気玉だ。分かったよパパ。はっ、ベジータめらしくない真似をしやがるぜ。そら、持ってけ持ってけ。え、あ、おお、来た来た。いきなりでっけえぞ。こいつはご飯たちの木だ。だがまだ完全じゃない。なぜだ。みんな気をつけろ。本当に力を吸い取られるらしいぞ。苦しそうだぞ。騙されるなよ。誰がこんな怪しい声の言うことなんか聞くかよ。こいつバビディとかいうやつじゃないのか。ちくしょうめ。どいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらない。おい、なんでこんな声が聞こえるんだ。あ、ブー。くそ、まずいぞ。デブの方はもう死にかけだ。ちくしょう、何しやがる。やめろこの。くそったれめ。気づかれた。カカロット、俺がなんとか少しでも時間を稼ぐ。あとは貴様が地球のバカどもを説得しろ。急げカカロット。時間を稼ぐったって、おめえは生きてっただけで気はまだ十分じゃねえじゃねえか。そう長くは持ちこたえられんぞ。あっ、声は、うん、今やっと声の主たちの正体が分かった。あの孫悟空たちだ。彼たちが戦ってくれておる。魔人ブート、さあウパ、手を天にかざせ。なるほど、そういうことか。ふん、久しぶりに聞いたな、あいつの声も。孫悟空だ、孫悟空だ、スノ。そうよ、絶対そうだわ。ダメだ、ちょっと増えただけだ。なんでだ、なんでみんな分かってくれねえんだよ。早くしてくれ、みんな。もう宇宙もどうなってもいいのか。バカ！なんだと、バカ野郎だと。人に頼むのにでかい態度だぜ。あんなの無視無視。もしかしたら魔人ブーのことも全部本当はなかったんじゃないか。そうか、集団で催眠術にかけられてたのかも。貴様らいい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスターサタン様の頼みも危険というのか。え、サタン？どういうことなの？サタンだ、ミスターサタンだ。もしかしてブーと戦ってるってミスターサタンだったんですか？そうだ、俺が魔人ブーを倒してやるから、お前たちも早く力を貸さんか。まあしょうがないじゃないか。こうでも言わんと奴ら信用せんからな。まずあのブーを倒すことが先決だからな。まだなのか。これのベジータ。おダメだ。はっきた。ベジータやあの人ってのブーが踏ん張って、みんなで集めた電気の力からさせねえ。電気玉が消えちまう。早くやつにダメージ与えて電気玉をぶつける隙を作らないと。ク。お、ベジータがいねえ。やれい、さっさと片付けちまえ。あれじゃねえかサタン、おめえは本当に世界の救世主かもな。せるつもりだ。最後の願いは必要ないのか。そうだ、フォルンガさん、悟空って人の体力を元に戻してあげることってできる？可能だ。よかった、すぐにお願いします。プピリッタパロー。もうダメだ。悟空さん、3つ目の願いで悟空さんの木が元に戻ったでしょ。ドラゴンバレー。おめえはすげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変わるよ。1対1で勝負して。待ってかんな。俺はもうもっともっと。やっと終わった。やれやれ、手間取りやがって。ちっ、嬉しそうな顔しやがって。ほんとムカつく野郎だ。ふん。ふふん。諸君、格闘技世界チャンピオンのミスターサタンだ。諸君の協力もあって恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もう安心だ、恐怖から解放されたのだ。サタンベジータの怪我を先に治してやってくれ。あいつ相当くたびれてる。あ、はい。おい、どこ行くんだワンコ。ん？まだ生きている。頼む、直してやってくれ。直せるんだろう。不思議なパワーで。ふざけるな、冗談じゃない。どけ、この俺がとどめを刺してやる。やめろ、やめてくれ。こいつはそんなに悪いやつじゃないんだ。頼むよ、お願いします。私が責任持って我が家で保護するから。保護だと？笑わせるな。貴様の力で一体何ができると言うんだ。ブオを直してやってくれ。でんでなんだと。貴様正気か。まあ、いいじゃねえかベジータ。この二人がいなきゃオラたちみんなやられてたぜ。だろ？勝手にしろ。どうなっても知らんぞ。ありがとう。本当にありがとう。さあ、ブーを元気にしたら一緒に地球に帰ろう。思いっきし食ってたっぷり寝てや。こうしてついに悟空たちは地球へと帰ってきた。仲間や家族との再会を喜び合った。